虫歯治療で使うあの白い詰め物ですね、どういったものなのかっていうのをですね、今回は簡単に紹介していきたいと思います。皆様こんにちは、村歯科クリニック院長の村津大地です。今回はですね、虫歯の治療の時にこう削って入れていく白いセメントのようなもの、これをですねちょっと見ていきたいなと思っております。まあ、実はねこのコンポジットレジンと言われるものなんですけれども、これ実は、ね、光を当てて固めていくものになります。ネイルで使っている材料に似てはいるんですけれども、もちろん歯科用の材料で安全なものではあるんですが、実際の歯を使ってちょっと、ね、埋めていくというそういったね作業をご紹介していきたいと思いますので、どうぞご覧ください。では行ってみましょう。ではですね、それでは早速見ていきましょう。まあ、今回ですね、こういう、まあ、歯の状態ですね、を使っていきたいと思っているんですが、まあ、見えますかね。ちょっとね、歯がこう削れている状態ですね。で、この部分のなくなったところを、まあ、白いもので、まあ、埋めていくので、ご紹介していけたらと思っております。使っていくのがですね、コンポジットレジンと言われるですね、まあ、いろんなね、メーカーさんがありますけれども、これをですね、実はちょっとこう、ペースト状で、こんな感じで、柔らかいですね、やっております。こんな感じですね。これがフローと言われるですね。その他にはですね、このような感じでこうペーストと言われるのがあります。まあ、さっきに比べるとちょっと硬そうというかですね、垂れたりはしないですね。ペーストはですね、このような形で取れていきますね。こう垂れることなく、とても硬いですね。こう乗せるとこういう感じで結構ね形がで維持できる。なんでこうね、結構ね高さを出したかったりとか、形を整えたい時なんかに使ったりすると、2種類ありますので、まあ、これ使い分けて埋めていくと。早速やっていきたいと思いますが、もうこれね削れている状態ではあるんですけれども、実はねこのままではですね、コンポジットレジンはですねつけることができません。先にですね、こう紙面処理といってですね、先にこう表面をですね処理していけないといけません。使うのがですね、まあいろいろあるんですけれども、うちでよく使っていくのは、まあ、こういったエッチングといってですね、リン酸ですね、これで歯の表面を溶かしていくと。あと他にもですね、この EDTA って言われるものもあって、これでですね、歯の増毛質をですね、溶かして、まあ使い分けたりしてですね、歯の接着力をね、上げていきます。で、そこにですね、いろんなのがあるんですけれども、こういうですね、まあ、ボンディングって言われて、まあ言ったら接着剤のようなものですね、コンポジットレジンとつなげてくれる接着剤のようなものも使って、歯に接着力を与えて埋めていくという、まあそういった流れになっていきますので、まあちょっとね、やっていきましょう。まあ、歯のエッチングでってですね、歯のこうエナメル質があるところですね、こういったところを中心にしっかりとやっていきます。これで溶かしていって、歯の表面をですね一回きれいにすると。で、次にですね、まあ、EDT と言われるものですね、増毛質、中の部分をきれいにしていきたいと思います。本当はねこうしっかりと置いておくんですけれども、まあ、大体ほら1分ぐらい待って接着力を高めていきます。ちょっともね、まあ、早めにいきましょうかね。で、まあ、一応ね、腹型、歯の表面が綺麗になったところで、こちらのですね、こちらの接着剤のようなものですね、このような形で、こんな色をしてるんですけれども、まあ、これを取ってですね、まあ、歯に塗っていくということですね。で、少し待ってあげて、余計な部分をですね、こう風で外に飛ばしてあげると。照射器と言われるものになるんですけれども、これを当てるとですね、このように光ってくれます。はい。で、この光によってですね、実はね、先ほどのメタ接着剤を固めてくれると。そういうことでですね、またお口の中でなんかピッピッって言ってるのがこういったものですね。これでね、実は歯の表面の処理が終わりました。まあ、今回ちょっとね、フローを使っていこうかなと思いますが、まあ、こういう感じで。まあ、こんな感じでちょっとずつですね、持っていきます。で、これでまた光で当てて固めていくと。まあ、ネイルのような感じですね。で、これでちょっとずつ固めてやっていきます。ちょっとね、色がわかりやすいように、ちょっと色濃いめのやつを使っていきましょう。まあ、こんな感じですね。やっていくと。ここね、ちょっとずつちょっとずつ持っていきながら、で結構ね、硬くなってますね。こういう感じでかと。わかりますかね、色がちょっとね、違いますので、境界が見えると思いますけれども、こういう感じで、ちょっとずつ、ちょっとずつ固めていきながら、色を分けていくと。まあ、先ほどのちょっとペーストですね。これちょっとね、こうやって、こういう感じで、形がキープできますね。で、これを、しっかりと、つけて、ちょっとずつね、形にしていきます。
まあ、少し、ね、葉っぽい溝なんかもつけておいたりしながら、はい、これでね、ある程度終わりました。まあ、ちょっとね、本当は色はね、今回あまり分かりやすくなるようにということで、ちょっと色分かるようにしましたけれども、こういうイメージで先ほどですね、大きく欠けていた部分が白くなってきます。まあ、これがね、レジンって言われるもので、結構ね、形もしっかりして取れないですね。で、1日で、終わらせることができるので、ここまで大きい場合はですね、普通はやらないんですけれども、ちっちゃい虫歯なんかですね、こういったレジンって言われるものを使ってやっていくことによって、本当に分からないぐらいですね、とっても綺麗に、仕上げることができます。いかがだったでしょうか。まあ、実際にもうちょっとこう歯の色に合わせたものを使っていきます。まあ、意外にですね、丈夫でちゃんとやればですね、長持ちしたりもします。ちょっとこう、前歯で目立つところとか。なんかでもですね、ちゃんとやれば全然わからないぐらい真っ白なものが出来上がってきますので、とても優れた治療になってくると思います。まあ虫歯の治療でやってる白いやつって、あ、こういうものなんだっていうのをね、分かっていただければと思います。これからも治療に関する動画をですね、またいろいろと出していきたいと思いますので、どうぞお楽しみにされてください。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。まあ実際に、ね、白いのどうだったですか？まあ、ね、あっという間に終わりますので、まあ、皆さんもね、ちっちゃい虫歯はね、ちっちゃいうちに治していくと、とても早く終わりますので、ぜひですね、定期的な歯医者さんでの検査というものをですね、心がけてください。まあ、ちっちゃかったらね、すぐに終わりますから、ご安心ください。